レスリング柴田三條。ユタボン、君のアンサー動画を見たよ。まあ、君がそんなに言うならもういいよ。君は学校に行かなくていい。分かった、もう行くな、そんな言うなら。ただな、後悔するなよ。後で学校に行っときゃよかったって後悔するなよ。修学旅行とか行けないぞ。修学旅行は楽しいよ。俺なんかね、中学校の時行った修学旅行、俺が泊まってたタコ部屋のベランダからね、女子風呂が見えたんだよ。ベランダのこうやって手すりつかまって下を見ると露天風呂の女子風呂が見えたんだ。俺はクラスメイトの女子全員のおっぱいを見た。その日見た。俺だけじゃない。その日その部屋に泊まっていた俺のクラスメイトの男子全員、ベランダに横一列になって、クラスの女子の全員のおっぱいを俺たちは見た。学校に行かなかったらこんな素敵な思い出もできないんだぞ。いいのか、後悔するなよ。あと、ヨタモン、君あの芸人になりたいんだろ。芸人なんてなりたいって思ってなれるもんでもない。君に才能が全くなかったら芸人になれないぞ。なれなかった時どうするんだ将来。君 YouTuber として一生食っていく気か。登録者13万人しかいないんだろ。13万人で一生食っていくのか。 YouTuber でお金が稼げなくなった時に他の仕事をしなきゃいけないんだよ。その時に学校に出てなかったら、中学校高校と出てなかったら、その時他の仕事しなきゃくちゃいけないのに、その時の選択肢がめちゃめちゃ狭まるんだよ。いいのか、大丈夫、自分のもう選べないよ自分のやる仕事で、君今はね、小学校中学校行かないって言って他の子と違うから注目されてるけど、君が高校生に上がる年齢になった時、君全然変わり者じゃなくなるよ。全然注目されなくなるよ。だって中卒で働きに出てる子なんて5万といるんだもん。だから高校に行ってないっていう年齢になった時点で別に普通なんだよ。ただ違うのは、他の中卒の人と違うのは、中学校も小学校も両方行ってないから、まあ他の中卒より教養がなくて、知識がなくて、協調性がないっていう、それだけ。でも変わった人間じゃないから、もう誰も注目してくれない、誰も絡んでくれない。いいのか、いいのか、ユタモン君ね、ほっとけ、俺の人生やって、俺の人生の責任は俺が取るからって言ってたけれども、それはそうだよ。俺からしたらユタモン、君は他人だし、君の人生なんか正直どうだっていいよ。ただな、君まだ若いだろ。一人の若者が明らかに道を踏み外してる、間違った方向に行こうとしてる、それを見てだね、老婆心ながら親切に、いやいやそれ違うんだよって助言してあげてるんだよ。親切心でな、それを邪険にするんじゃないよ君自分の言われたら嫌なこと、耳が痛いこと、ね、学校に行けとか、そんなんじゃ将来困るぞとかいう人のことをね、アンチだって言ってるけども、逆にね、君のコメント欄とか SNS でね、
ゆたぼん君は学校に行かなくてもいいよ、この道を突き進みなよ、学校に行かなくてもゆたぼん君は賢いよって君を持ち上げてよいしょしてる人ね、耳障りがいい言葉を言ってくれる人、実はその人たちがアンチだよ。君のことを実験対象として見てるよ。小学校中学校高校と学校の教育を全く受けさせずに野に放ったら人はどうなるのかっていうね、そういう面白い実験を、実験の動物として君のことを見てるから君にそういう甘い言葉でささやくんだよ。それ分かってる？ゆたぼん、厳しい言葉を言う人がアンチじゃないよ。それを分かりなさい。はい。あと最後に、ゆたぼんくんのパパに、自分の子供がね、学校に行きたくないと言い出した。まあ、いじめられてたりだとか、学校に全く居場所がなくて、学校に行くのがストレスで、苦痛で苦痛で仕方がないっていうのだったらまだね、フリースクールとか、まあ、ホームスクーリングみたいなこともね、選択肢として取っていいと思うけれども、ゆたぼん君はね、宿題がやりたくなかったんだろ。自分の子供が宿題がやりたくないから学校に行きたくないって言い出したら、それな、頭を引っ叩いて、何バカな甘えたこと言ってんだ、明日も学校に行ってこいって、学校に送り出すのが親父の仕事だろうが、お前何その息子使って学校行かせないで YouTube で金儲けしてんだよ、セミナーしてんだよ、間違ってるぞ。はい。まあでもね、結局それも所詮他人のことなんで、好きにしたらいいですけどね。もう僕の言葉が届かなかったんで、もうゆたぼん君にも、ゆたぼん君のパパにも何も言いません。これが最後の動画です。はい、こんな感じで柴田でした。バイバイ。